こんにちは。ちびつくおばです。よろしくお願いします。本日は今年2020年春夏に買って公開したアイテム5選をご紹介したいと思います。つい先日買って良かった10選ご紹介したんですけども、今回は買って後悔したということで、まあ後悔したというか、まあほとんど購入してから使用してないというものが多いんですけども、早速ご紹介していきたいと思います。まず1選目がこちらです。じゃん、 GU× ソフのワンマイルウェアです。このコラボレーション、買って良かったの方でもっと部屋着に近い、もうテロンテロンのセットアップの方ご紹介したんですけども、あっちは実際に部屋にいる時とか寝る時に着てたんですけども、こっちのタイプはもうまさにワンマイルウェアということで、実際部屋着と外着でもがっつり着れるような感じなんですけども、この中間着みたいなのをほとんど着る、どのタイミングで着ればいいかわからなくて、実際外にちょっと散歩行くぐらいだったら、あの前回紹介したやつで良かったし、もう出かけるなら普通にお出かけ着、おしゃれ着着て出かけるって感じで、物自体はセットアップでも決まるしいいんですけども、実際にこう着るタイミングがわからなくて、まだほとんど着てないという感じです。で、発売されてやっぱ購入するときにはこういう感じのちょっと総柄の感じがテンション上がって購入したんですけども、いざ何か着るってなるとやっぱりなんかシンプルな無地のものばっかり選びがちで、今のところほとんど着る機会がなかったです。まあただまだまだ暑いんで、今後どっか外に泊まりに行くときとかの部屋着として寝巻きとしていいかもしれないかなって感じです。続いて2つ目がこちらです。じゃん、GU× セオリーのポロシャツです。こちらエアリズムカノコポロシャツなんですけども、まだ実際に外で着たのは1回ぐらいだと思うんですけども、物自体は全然いいんですけども、もう今年の夏もめちゃくちゃ暑くて、どうしてももうほんと僕この首にこういう襟があるのもちょっと夏鬱陶しくて、もうクルーネックの T シャツばっかりにどうしてもなってしまうという感じで、ほとんど着れてないという感じなんですけども、あと収納のちょっと下の方に行ってしまってて、なかなか目につかなくて着なかったというのもあるんですけども、あとはこのネイビーっていうのが濃紺で嫌いではないんですけども、まあ、どうしても紺と黒と並んでたら黒を手に取ってしまうっていうのが多かったです。続いて3点目がこちらです。じゃん、ユニクロ&JW アンダーソンのコットンリネン T シャツです。これはレディース企画のアイテムなんですけども、この一番大きい XXL サイズを購入しました。オンライン限定のサイズなので一か八かで購入して紹介したんですけども、もうほんとメンズの M サイズぐらいの感じでジャストという感じで購入したんですけども、これもなかなか手が出ずに、別に物としては全然いいんですけども、これもやっぱ着慣れたやつというか、こういうエアリズムコットンのやつとか買って良かったもので紹介したような T シャツ、もうどうしてもこういう XL サイズとかのラフな T シャツばっかり選んでしまって、どうしてもこのジャストサイズのぴったりのが気分的にもちょっと今違うくて、なかなか敬遠してます。まあ、リネン素材でいつもと雰囲気変えるのにはいいと思うんですけども、これも手が出してません。あとさっきのセオリーコラボと共通するのはこのネイビーですね。嫌いじゃないんですけども、ネイビーだったら黒を手に取ってしまうという、まあ、一番はやっぱりサイズ的なものですね。サイズがちょっとジャストサイズっていうのが今の自分には気分的にちょっと乗らなかったです。続いて4点目がこちらです。じゃん、ナイキのロゴキャップです。これ今黒を被ってるんですけども、この黒のタイプがちょっと傷んできたんで、今年の春夏買い替えようと思って購入したんですけども、もう黒がどうしても見つけられずにこのネイビーを購入したんですけども、このネイビーがネットで見た時はもっと濃紺で、もうほとんど黒に近いように見えたんですけども、実際購入してみると結構青みが強くて、僕黒の洋服が多いんでなかなかこのブルーっぽい紺が合わなくて、結局一回も被ってないという状況です。この帽子自体はめちゃめちゃいいんですけども、ぜひこのドライフィットタイプのナイキのこの黒が売ってある場所知ってる人は教えてください。これもさっきの洋服同様ネイビーですね。ネイビーこれも嫌いじゃないんですけどね、あのもっと黒に近い濃紺の紺はいいんですけども、どうしてもやっぱこの黒の方に手がいってしまいます。そして最後5点目がこちらです。じゃん、ナイキのヒップパックです。これは結局1回か2回ぐらいしか使ってないですね。これも物自体は全然いいんですけども、僕がよく持ち歩く荷物的に買って良かったで紹介した方の77の A4 バッグ、あれがちょうど持ち運ぶ量のサイズが良くて、ファッションアイテムとしてはこのバッグいいんですけども、実用的に僕の持ち物がやっぱこのサイズじゃちょっと入りきれなくて、ただこれは月ママがめっちゃ使ってました。月ママが少し大きめのトートバッグによく使うスマホとかお札とかをこれに入れとくって感じで、僕はほとんど使わなかったんですけど、こっちは月ママが結構愛用してたので良かったです。やっぱバッグは自分の持ち運びたい量を想像して買うのを皆さんおすすめします。
ということで以上5点だったんですけども、まあ、どのアイテムも最初に着てみた時はいい感じだったんですけども、まあ、いろんな商品買うのでその中でどうしてもこう順位がついてしまうというか、気に入ったものはどんどんそっちを着てしまうし、回数どうしても買ったものにこう順位がついてしまってなかなか使う機会がなかったんですけども、まあ、まだまだ暑いんでこの夏が終わるまでになんかかっこよくこう取り入れられたらと思います。ということで皆さんも今年購入したけどちょっとタンスの奥とかワードローブの奥に眠ってるものをあんまり着てないものがあればちょっと見直してもいいのかなと思います。ということでこのチャンネルではお手頃なファッションアイテムでファッションを楽しむためのコーディネートやファッションアイテム紹介してますので、よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。